こんにちは、心理カウンセラーの深田静香です。今日は先生を車で送った時に録音したものです。コロナの影響でバスがなくなっていたので急遽私が送りました。だったら車の中で録音してあげるよって言ってくれたのでラッキーでした。それでは聞いてくださいね。この前も潜在意識の話したけど、もうちょっと具体的に潜在意識の使い方の話しようか。はい。ね。うんうん。で、まあなんていうかな。まあ僕ってほらその、まあ、いろんなことができるじゃない、人から見たら。ね。で、例えば以前から静香ちゃんとかは。僕のことを知ってるから、まあ、例えば YouTube を今教えてるじゃない、うん、で YouTube のことは僕はもちろん知らなかったわけよね、はい、うん、でなんでその全く YouTube のこととか知らなかったのに、うん、YouTube のことを教えることができるのかっていうことね、うんうん、それがまあ普通の人から見たら多分謎なんよね結局ね、うんうん、でこれってその、まあ、例えば知らない人が見たらね、そのいっぱい本読んだりとかして一生懸命勉強してその YouTube のことを覚えて教えてるんやろうって多分思うんやろうけど、まあ、だってそういうことってまあみんなやってみたことはあると思うんやけど、なかなかその勉強してね、その一人一人の YouTube のここをもっとこうした方がいいよとか、ああした方がいいよとか、この YouTube を参考にしたらいいよとか、そのなかなかうまくこう一人一人にの内容を教えることもなかなかできないし、その手本になるようなその YouTube を探してくることもなかなか普通の人は難しいしね。で本一つ探すのも難しいわけじゃない、はい、うん、でこういうのっていうのはそのもう本当に潜在意識を使ってるんだね。で潜在意識っていうのがもうまずそういう機能がねその人間にはあるんだっていうことを潜在意識に入れないといけないよ、ね、普通の人はもちろん静香ちゃんもそうなんやけど、まあ、静香ちゃんなんか僕からずっと潜在意識のことを教えてもらってるから普通の人よりは潜在意識のことが静香ちゃんの潜在意識に入ってるんやけど、そのこれ潜在意識に入れる時ってねちょっとコツがあるんよね。僕が、まあ、誰でもできる方法で知っている方法は代表的なのが2つで、まあ、例えばもう僕のようにその教えてくれる人がいない人ね、僕の場合は先生がいないわけじゃん、師匠という人がいないわけよね。だから僕の場合はその本を片っ端から読んだりとかそういうことをして潜在意識のプログラミングっていうのを日々更新してるよね。でもこういうのってちょっと普通の人は時間的にもねなかなかできないよね。で潜在意識っていうのがあるっていうのを潜在意識に入れたらいいのよっていうこの今の僕の言葉あるでしょ、うん、これをこの音声をね、はい、毎日少しずつでいいからね夜ずっと聞いとけばいいよ。この今録音してるでしょ、はい、この録音してるのをねずっと聞いとくの夜、もう途中で寝てしまうんやけどね。で寝てしまってもいいよ。この潜在意識っていうのはねその無意識やから意識が遠のいていくときに一番潜在意識にその情報が入るんだね、うん、で例えばこれ潜在意識があるんだよって言ったらその意識ではこう理解しました分かりましたっていう段階なんだけど、これでは潜在意識の中にその潜在意識があるんだよというこの情報が入ってないよね。意識でストップしてるんだよ。
で意識でストップしてることっていうのは、僕が例えば静香ちゃんに毎日のようにそういうふうに潜在意識ってあるんだよ、僕使ってるよ、潜在意識あるんだよ、僕使ってるよって毎日繰り返し言ってたら入るんやけど、僕のような人がつきっきりでいる人っていないんでね。そしたらもうあってもなくても、信じてても信じてなくてもいいんで、それを聞いてみるんよね。ずっと聞いてると潜在意識に入るようにできてんの、人間の脳とか心っていうのは。だからまずこの前も静香ちゃんが潜在意識のことがちょっとよくわからないとか、まあちょっとこう実感が湧かないとか、ちょっとピッと来ないっていうのが、これ多分誰でもそれそうだと思うのよ、僕から教えてもらってる人でも。でもこの実感っていうのは潜在意識に入ってるかどうかなんよね。だから洗脳っていう言葉と教育っていう言葉があるじゃない。これ洗脳と教育っていうのはその方法としては同じだよね。繰り返し繰り返し情報をインプットすると潜在意識の中に入るんだね。そしてその情報によってその聞いた人が不幸になれば洗脳なんよ、幸せになれば教育なんよ。だから情報のまあ波動というか質というか、ね、それによってその洗脳なのか教育なのかっていうのが決まってくるっていうのが一応心理学的な定義なんよね。でもちろん僕が嘘をついてるかもしれないわけやから、まあ例えばこう YouTube を聞いてくれてる人がね、まあ、僕を鵜呑みにしてね、そういう作業をしちゃ逆にいけないんだわ、ね、でもしそのなかなか人生がうまくいかないとかね、なんか何してもなんか普通やなとか、もっと成功したいなとか、そういうふうにもし感じてる人であったら、この潜在意識というものが、この機能がね、とっても便利な機能なんよ。この機能があるっていうことを潜在意識に入れないといけないんだけど、だからはいすぐね僕のこの話を聞きましょうじゃなくって、まあまずはね、その今まで静香ちゃんがその投稿してくれた YouTube を聞いたりとか、ブログを読んだりとか、それとかもう静香ちゃんの場合は問い合わせ OK にしてくれてるわけだから、まあ、静香ちゃんに問い合わせをしてみてくれるであるとか、その中で、ね、その一回そういうことやってみてもいいなって思うまでのちゃんと納得いく準備をしてもらってね。なんでこんなにしつこく言ってるかっていうと、世の中にも本当に悪い人間って多いんだわ。もう本を書いてる人も本当に悪い人っているんよ。 で YouTube をしてる人もセミナーとかをしてる人も本当に悪いやつがいるの。ね、本当にこうなんていうかな、こう話聞いてたりすると人が良さそうで優しそうでね、本当はこの人、本当にこの人信じられるかもしれないっていう人なんだけど、本当は悪いやつっていう人がね、悩んでる人ってね、僕いつも言ってるけどね、もうとにかくいい人で真面目なんよ。だからね、世の中にね、もう本当に悪魔のような人間がねいるって思えないよね。だけど本当にいるから、僕はもう昔から静香ちゃんにね、僕のこともちゃんと疑いなさいと、で僕が勧めた本も 100% 信用してはいけないと、でテレビの、まあ、例えば学者さんとか、例えばそのなんていうかな、こう国会議員とか、ね、芸能人とか、そういう人もね、絶対にね、1% は疑っとかなきゃいけないのね。だから 100%、ね、自分以外の人を信じては絶対ダメなの。
これぐらいまあしつこく話した上で、ただ潜在意識を、ね、大人になってから使おうと思ったら、やっぱり一応 90% ぐらい僕のことを信じてもらって、僕のこの話をちょっと繰り返し聞いて潜在意識の中に入れる作業っていうのをやってもらわないと、あのそこから先が進まないよね。でとりあえずもう十分時間を、まあ、静香ちゃんの場合も僕のところにも15年ぐらい来てるわけだから、もう毎晩のように僕の話聞いててもいいと思うんやけど、で他の人はもう十分にリサーチをしてね、まあ、僕と静香ちゃんのリサーチということやわね、うん、まあ、静香ちゃんのリサーチの方がしやすいと思うんでね、いろんなこと書いてくれてるんでね、で、まあ、それでまあ納得してくれる人がまあ一人いたとしましょう。でその一人のために今から喋ります、ね、その一人のあなたのためにね、で僕の音声をそうだな、少なくとも3週間聞き続けてほしいね。で3週間聞き続けたら、まあ忘れないように、定期的にこう忘れないように、またか1週間に1回とか僕の話を、あ、大体この話30分ぐらいなんで、でこの話を聞いてもらうと、でそしたらだん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 ふっと気づくとね、潜在意識があるような気になる時が出てくるんよ、うん、それって潜在意識の中にこうストンと情報が落ちましたっていうことだよね。なんか潜在、これってねものすごい劇的な変化じゃないの、感覚としてはね、潜在意識があるような気がするというこれぐらいの感覚にはなるよ。今だったら、潜在意識ってなんかよく聞くけどなんかあるみたいよみたいな、あるって信じようかなとか、でそのなんかこう腑に落ちるっていうね、そんな感覚っていうのがない、潜在意識に関してはないと思うんやけど、例えば行ったことはなくてもブラジルっていう国があるよとか言ったら、行ったことないのにあるって実感できるじゃない、ね、で土星ってあるよって言って、行ったこと誰もないのに土星はあるって実感できるじゃない。でもこれって情報が潜在意識に入ってるっていうことなんや、ただ単に知ってるとか理解してるじゃないよね、実感する、土星があるということは実感してるでしょ、ね、だからそういう感じにの入り口ぐらい、それの初期の頃のような感覚が、あ、やっぱり潜在意識が本当にあるんじゃないかなっていう感じになる、もうねこのなるっていう、これが潜在意識を使えるというのの、まあ、大体もうこれでね6割ぐらいこれなんでこれ長々と今喋ったかっていうとね、この潜在意識が存在しているというのを実感すれば、もう潜在意識が使えるのがもう6割ぐらいマスターできたっていうことなんよ。わかるよね。これ静香ちゃんにももしかしたら話すの初めてかもしれないよね。この月とか土星とか、例えば奈良時代とか、ね、平安時代とか、もう実感があるじゃない。潜在意識がそういう実感に自分の中でなれば、潜在意識の存在っていうのをもう自分の脳がもう認めたっていうことになるんで、そうすると潜在意識があればそのスイッチが入る、うん、もうこれなんでスイッチが入るかっていうのはね、車のスイッチ入れたらスイッチ入りますけど、なんでですかってもうそこまで聞かん方がいい、ね、とにかく潜在意識というのに実感が湧く、ね、それまで繰り返し繰り返し、まあ、話してくれる人のその潜在意識はあるんだよあるんだよっていう
この今の僕の話みたいなのをずっと聞き続けるという、これ誰でもができる簡単な方法だよね。わかるよね。この潜在意識というのがあるという実感ができれば、もう潜在意識っていうのはもうほぼほぼ使える、じゃあまあこれで使えるっていう潜在意識のスイッチを入れる方法がこれで分かりましたね、で潜在意識の今度はもうスイッチのオンの仕方は分かったんで、あと使い方の問題は、これってめちゃくちゃ簡単だよ。カーナビと全く同じ仕組み。カーナビは目的地を、まあ、だから現在地はもう自動的に分かるようになってるんですよ。だから人間の場合はまず現在地入力をせなかった。今自分は例えば、貯金が100万円。これが本当だったとしたらね。100万円っていうのを自分でまず潜在意識にインプットするのね。潜在意識にインプットするっていう、まあ、事実やから、もうそれは簡単にインプットされるから、ね、そしたらこの100万円の貯金を1000万に増やす。だからこれが目的地なの、カーナビで言えば。だから貯金が1000万っていうのを入れるんよね。でこの入れる作業が、この前言ったようにかなりその実感が湧かないといけないん でこれはどんな方法でもいいんやけど、で自分で1000万って書いてカードに書いてそれを見るっていうのもあるし、自分で録音して貯金が1000万貯金が1000万貯金が1000万って言って、まあ、10回ぐらいね、その自分の声を寝る前にずっと聞くっていう方法も OK やし、だからすごいリアルな方が、その、まあ、例えば土星がありますよって言って土星の写真を見た方が、目で見た方が、人間ってこう納得いくじゃない。だからこの前教えたように、まあ、その疑似的な貯金通帳をね、自分で作るわけね。そしてもう溜まった貯金通帳を作るんよ。毎月毎月6万円ってこの前も話したけど、ね、それがめんどくさかったら、さっきみたいに貯金1000万貯金1000万って言って録音してそれを夜な夜な聞くとか、ね、あの壁に貼った方がいいっていう人は壁に貼ったらいいとか、でこれってね、あのなんていうかな、芸能人とかも割とそういうことを言う人いるし、そのこう実業家とかでもね、あの本とかに書いてあって、割と知ってる人は多いんだけど、そしてちょっとだけ試したことのある人もいるんやけど、これをもう言うたら、もうなんていうかね、自分の目標が達成するまで続ける人っていうのがほとんどいないね、で僕って自分が決めたことは途中でやめることはいくらでもするんやけど、諦めるっていうことが僕絶対ないのよ。で僕の場合はその目標を達成するまでは自分の決めたその潜在意識にそのゴールをね、そのインストールする作業を絶対やめないんよ。だからここの違いだよね。カーナビって目的地を、例えば東京行くっていうのと東京っていうのを入れたら、もうずっとそれが入りっぱなしじゃない。でも人間の場合は入れ続けなきゃいけないっていうのが人間と機械の違いなだけであって、ずっと入れ続ける目的地をね、1000万をね、そしたらね、1000万が100万が1000万に増えるためには、もちろんあの目が覚めたら残りの900万があるっていうことは起きなくって、その1000万が貯まる方法、具体的なね、まあ、稼ぐ方法であったり、あのもらう人に会う方法であったり、そういう人によってそれは違うんやけど、その方法がね、潜在意識っていうのが自動的にその静香ちゃんのところに来るようになってる。でそれが潜在意識の仕組みなの。でカーナビの場合も勝手にカーナビ通り行ってたら東京まで着くじゃない。いちいちその確認はしないじゃない。で道っていうのも別に自分が選ばずにカーナビが選んでくれるじゃない、ね、あのなんていうかな、女の人はあまり知らないかもしれないけど、こう
ミサイルとかってもう最近の分は目的地をこう決めたら、途中で障害物があろうがなんだろうが、こうピッてスタートをしたらもう自動的にピューンって漫画なんかでね、とか映画とかで行くことがあると思う。それがピューンって行ってそこにボーンって行くよね。そういうシステムが、まあ、機械であるということは現実にあるわけじゃない。まあ、例えばこれから自動運転っていうのも出てくるよね。ああいうの自動運転っていうのは AI を使ってるわけだけど、コンピューターを使ってるわけだけど、じゃあコンピューターってどうやって研究したのかって言ったら、人間の脳の仕組みの解明とともにコンピューターっていうのは開発が進んでるんだ。で、だから人間の脳と心っていうのは2つで1つなんで、セットなんで、あの人間の心、まあ言うたらカーナビとかね、その自動運転システムっていうのがこの世の中に現実に存在するということは、人間の体にね、そういう自動システムというものが存在するという証拠でもあるんだね。わかるよね。だってそれがなかったら人間がそういうとんでもないものを、その神様でもないのに作り上げることは絶対できないんやから、ね、だからもともとあるものを人間というものは作れるんだね。だから潜在意識というものを実感が出るまで、まあ、例えばこの音声を聞き続ける、ね、そして実感が少し出てきたら、次は現在地を入れて、まあ、自分のまず願いを決めないといけないよね。自分の願いを決めたら、ね、まあ、貯金なんか一番わかりやすいから、貯金の今の額を入力してカーナビみたいに、そしてゴール、ね、ゴールの金額を入力する。そしてコツとして1000万貯まるまで毎日毎日それを必ず繰り返すということね。寝る前だけでいいので、まあもちろん起きた時とか途中でふっと思った時とかやってもらったらね。例えばそうだな、彼氏が欲しい人とか、そういう人は今彼氏がいないという現在地をインプットして、そして素敵な彼氏ができるっていうのをさっきの方法でインプットして、だからその時はね、彼氏ができて本当に自分がいいのかどうかっていうのはよく考えながらよ。で、1000万貯まるのは誰でも嬉しいやろうけど、彼氏ができたら本当に嬉しいのかどうかっていうのはよく考えてからね。で、例えば今あの人間関係でうまくいってない人が、潜在意識って何でもできるんで、人間関係うまくいってない人がいて、でその人とうまくいってないっていう現在地を入力して、そして目的地であるうまくいってるっていうのを入れていいですか先生って聞いてくる人がいるんだけど、僕ね、いや本当にその人とうまくいったら幸せになるかどうかよく考えてねって。僕のとこ来てる人って僕から見てもとってもいい人が多いのよ。でいい人がうまくいかない人ってどう考えたって悪い人なんよ。で悪い人と、ね、うまくいくようにって入力したら、潜在意識は意思を持ってないんで、しずかちゃんの言う通りになるんで、その人と本当にうまくいってあなたは幸せになれるかどうかっていうのを自分の意思でちゃんと考えてくださいねと。ね、だから潜在意識を使うのは実は意外と簡単なんだけど、その幸せになるために使わなきゃいけない。ね、それは今日のこの話の前に洗脳と教育という話と一緒で、ね、自分が幸せになるための潜在意識の使い方をしなきゃいけない、ね、これ僕はもう本当にね、あの僕のこともいくらでも疑ってくれた方が本当はいいんだけど、裏を返せばもう今すぐ信じて今すぐ潜在意識を早く使い出してくれた方が、あのね、もう人生ってね、もうね本当にね、わけわからんぐらい簡単なの。で全然 YouTube のこととか知らなくっても潜在意識にお願いすれば本当に分かりやすい本がすぐに見つかるし、分かりやすい YouTube がすぐに見つかるし、でアイデア、ひらめきっていうのがどんどん出てくるし、
で、例えば僕だったらも静香ちゃんの YouTube を見れば、あ、ここ直したらもっと良くなるな、ここ直したらもっと良くなるなっていうのが本当に不思議なぐらいよくわかるよ。わかるよね。うん。だからこれが潜在意識の機能なんで、そしてこれは人間であれば誰でも持ってるんで、で、そして異常に潜在意識というものを使ってる人が少ない。潜在意識の本とか情報は山ほど出てるんやけど、そしてやってみる人も多いんやけど、途中でやめる人が多いよね。それと今僕が言ったみたいに、あのこれめちゃめちゃ今具体的に言ったよね。この土星とか月みたいに実感するとか言ってることを言ってる人を今まで聞いたことがないし、僕は本も読んだことがない。でも僕は実際に使ってるから言えるんよ、ね、先生にとって潜在意識ってどんな感じですかって言ったら、あ、月とかね、ブラジルとかね、奈良時代とかね、そういうのがあるっていうのの実感ってあるでしょ、でそれと一緒だよっていう風に説明こうやってできる。なんで説明できるんですかって言ったらね、使ってるからね。わかるね。こう静香ちゃんなんかもね、10年以上僕のとこ来て、なんか僕のことすごいって思ってるかもしれないんやけど、まあ確かに潜在意識を使ってるからすごいんやけど、そもそも人間としての能力っていうのは僕と静香ちゃんっていうのは何も変わらんのよ。要は潜在意識を使ってるか使ってないかだけなんよ、本当に。だから僕はぜひともね、もう潜在意識をね、もう使って、もう自分の今までの固定観念を打ち破って、自分の願いとか願い望みをね、叶えて幸せになってほしいって本当に思ってるの。そして本当に簡単にできるの、できるの。俺本当に小学生でもできるんだから、うん、だからこれをまずは静香ちゃん自身が、ね、今日の音声を、ね、もう聞き続けて、そしていずれは YouTube で流してあげて、で僕ね、今日の音声だけはね、カットせずに丸々流した方がいいんじゃないかなと思うんで、これはもう特別バージョンで今日はこれで話は終わりです。ありがとうございます。潜在意識ってよくわからないなって思ってませんか？私もそうでした。潜在意識はよくわからないけど、なんか便利そうだなって思ってくれたあなた、寝る前でいいのでぜひ繰り返し聞いてみてください。私も毎晩寝る前に聞いてます。そしたらある日、なんとなくあるような気がするって思う日が来たんです。あなたも繰り返し聞いていたら、そういう日が来ると思います。この号外はこれで終わります。ありがとうございました。